さて本日最初のコーナー、ちゃぶ台商店街のコーナーです。毎月来週この時間、熊本城おもてなし武将隊のコーナーということでございましてね、武将隊頑張っておりまして、熊本城城山園でのこの熱車の中の地獄で演舞とかやっておりましてですね、本当頑張っているという思いますし、合わせて他県への PR 活動なんかね、さまざま活動されております。今日はその中から大村義明さんと小西幸永さん来ていただきました。いらっしゃい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。夏にはいいですね。皆さん蘇ってくると背筋がゾクゾクしてきて、ね、天然クーラーの中にいるような怖い感じがしますけどね。でも演舞はもう汗だくでしょ。汗だくでござるよ。ですよね。汗が湧き出てきますな。しかし相当一日水補給するんじゃない、今やってきたばかりでございます。本当に、じゃあ喉カラカラじゃないですか。まだ城西園はいいんですけれども、天守閣前はそうよね、我らよりお客人の方がね、大変だ、そう、照り返しがあるし、照り返しがもうすごい、もう日がさか外せないという感じがありますけどね、そうそう、いよいよ8月4日5日6日第46回日の国祭りが開催ということで、武将隊も頑張るんですかね。もちろんでございます。大村殿。は、わかりました。こちら第46回日の国祭り、実に4年ぶりの開催の会になります。おめでとうございます。で、4日16時からはサンロードの新市街特設ステージにてオープニングセレモニーがございます。我々武将隊全員出陣いたしますゆるね、ぜひともみんなお越しお待ちしておりまするし、5日こちらはなんと総踊りも復活ということで、19時よりお手元の総踊り、我々熊本城おもてなし武将隊も出中場いたします。剥ぎそうになったね。いいよね、わかる。不調かな。不調かもしれません。どっちかというのは乱入だよね。乱入でございます。我ら熊本だけではなく、名古屋の武将隊も来ますので、そうなんだ、中村君から来ていただける。そして今乱入とおっしゃいましたけれども、その日に飛び入り参加もできる、もう先着100名でございますが、そういう枠もございますので、ぜひ一緒に踊りたいという方はですね、そちらの方に、ホームページ等ありますので、そちらの方確認していただければなと思っております。それは武将隊と一緒に踊れるってこと？武将隊がいる場所とその飛び入り参加のところがやっぱりね、こう400人ほど踊りますというね、だいぶこう間があるかもしれませんね。なるほど。いや、4日金曜日サンロード新市街特設ステージ、こちらで、お会いできるとは思うんですけど、すいませんけど、それが終わった瞬間一斉乾杯で僕ら冷えたビールをいただかさせていただきます。我らは飲めない。飲めないでしょ。我々はそこには行けないですな。もうみんなでね、乾杯してね、盛り上げようということで、4年ぶりですからね、4年ぶりですからね、みんなもう息もうドキドキしながらやろう。待ちに待った。そうです。一斉乾杯のシステムってどんな感じなんですか？チケットが販売されてまして、1000円で売ってありまして、それを買うとおつまみと缶ビール1本いただけるという、そういう仕組みになってました。ハイボールもございます。ハイボール、ね、ハイボールもある。我らは、ね、多分持つだけなんです。持つだけなの。マジで、持つだけで、あと返すんですよこれ。南さんのもう飲んじゃって。そうなんだ、飲めばいいのね。飲めない。我々の分まで飲んでいい、ね。気持ちだけいただいて。そうなんだ。頑張ります。そっと飲めばいいの。はい。6日の日は何かあるんですか。はい、こちらお化けを追っ払え、お化け調査隊というものがですね、行われまして、なんと小学生の100名の小学生がお化けに扮し、お化けを追い払う呪文を集めるためにアーケードのあちらこちらを探し回るといったものが行われます。こちらもわしと南條殿が応援に行きまするし、ぜひともね、町の中でそのお化けに扮した子供たちを見かけた方は元気よく応援の方よろしくお願いいたします。アーケード内にも来られるんですか？アーケードね、中ですね、アーケード下通りも、下通りも、各アーケードで、まさか南條さんはソフトクリーム舐めながら回るんじゃないか。そんなことは明かしないと思います。溶けますから。いや、子供たち100名にプレゼンはないのか。欲しいね。まだソムリエにはその力ないですね。ないですね。その力あっさり言われてなんかかわいそう。ただ応援に行くだけという、なるほど、大村殿が、これ大体お化け追っ払えっていう、これ調査隊も含めて時間帯的には何時ぐらいなんですか？これは午前
9時から正午ですな。あ、うんうん、お昼までの3時間。朝から昼までです、うん。あ、じゃあもう一番暑い時は、うん、前だね。はい、いや、そらそっちの方がいいと思う。お化けも大変だもんね、だって。お化けも夜ですけどもね、その時間の方がいいんじゃないですか。あ、そうね。でも日中に月も出てる時あるからね。ありますな。お化けだって日中はおかしくないじゃないの。大地、基本的に君たちがお化けだから。そう、我らがね、もうお化けのようなもんですから。そうです。もともとね、蘇ってますから。ね、そうね。さあ、その他実は日の国祭りのパンフレットに掲載されているおもてなし武将隊ゆうずずみツアーが出ました。何何、はい、いや、やっぱこれ涼しい時だよね。そうなんで、時間をちょっとね、18時にしたんですよ。もっと早かったんですけれども、はい、これ初日がですね、20名様ぐらいを募集したんですけど、8、9人ぐらいしかいなくて即答してしまいました。私が暑かったのよ、あらっと、あ、そうなの。これすでに7月からスタートしてるんですね。7月から夕涼みツアーという、初日だけでした。でもあとはもう、満員御礼でございます、ね、よかったです、うん、これ8月の終わりまでって予約なの、これ。はい、さようでございます。あ、じゃあもういっぱいいっぱい、いや、まだいっぱいいっぱいになると先着、うん、ではなく抽選をさせていただいて、はいはい、そこからまあ約20名ほど、はい、当たれば我々のユースミツアーを受けるということと相なっております。どうやって申し込めるんですか、うん、我々の公式ホームページの方から、そのユースミツアーの申し込みの方に飛ぶページがございます、はい、そちらの方でお申し込みよろしくお願いいたします。定員オーバーの場合は日にちによっては抽選になるということですね。そうですね、いやでもなんかいいですね。熊本城の中に夜ってなかなか行けない、うん、なかなか行けないんですよ、行けないです、ルートもいろいろありまして、加藤神社まで行ったり、あ、いろいろ試行錯誤しておりますんで。何コースかあるの？何コースかはないですね、やはりそういう規制されておりますので、なるほど、なんかゾクゾクするようなとこ通ってきて、そうなんです。ただ武将によって説明がいろいろ違うという、ああ、そうか、違う違うのよ。あ、担当が変わる、小西行長目線とか、はい、大村目線とか細川目線とかいろいろある、上から目線とか、なんじゃソフトクリームのことしか食べないと思いますけど、上から目線をスルーしましたね今。あ、そうなん、はい、うん、ということは同じ天守閣あっても全く説明が異なってくるということ。そうですね、面白いね、面白いわ、全部に、なんか渡っていきたいよね。で、みんな間違ってないんですよね、その目線はね。もちろんでございますよ、はい、まあ、そういう説もあるよってつけろと言っておりますけれども、諸説ありますからね、言い方が違うだけ、なるほど。でもやっぱなんかなんだかんだ言いながら夕涼みツアーって季節らしいですな。いいですね、真夏のね、本当にやっと18時ぐらいだと涼めるぐらいの感じになりますんで、ね、これ自分で手持ちで缶ビールとか持ってきてはダメなの？缶ビールですか？飲みながらこうついて回るっていうのはダメ？飲みながらいいのかな？ダメ、熊本城の中はちょっとそれは、あ、ね、印象はダメなんですね、うん、なるほどね。ノンアルでしたら大丈夫です。ノンアル、あ、麦酒の、はい、日の国祭りのパンフレットにも掲載してあるんですが、武将隊の夕涼みツアー、ぜひ、ね、申し込んでいただければと思いますけどね、はい、ぜひ。さあ、それからまた出張があるんですね、はい、県北、ね、熊本市じゃありますけど、うん、はい、北区でございます。どうぞちょっと説明お願いします、はい、わかりました。こちら8月11日金曜日、海の日でございますが、うん、こちら田底夢夏祭り、山の日だよね、8月11日って。え、海の日じゃない？いや、海の日は7月だよね。海の日はもう終わりました。そうです、山の日ですな、うん、山の日ですな、はい、田底夢夏祭り、うん、そして、植木温泉夜市2023に出陣いたしまする。これ、久しぶりなの？去年はやった？こちらは去年ございました、うん、なかったということ。あ、去年なかった。こちらももしかしたら4年ぶりかもしれない、はい、どんな催しなんですか、夜市。あ、この植木温泉夜市というものは何回かあったんですけれども、うん、まあ、そちらと今回は田底夢夏祭りというのが、うん、共同開催と相なっております、うん、なんか出店であったり縁日であったり、おうおう、もちろん入場も無料でございますし、うん、小さきお子が楽しめる模様となっております。で、なおかつ一汗かいたら温泉で一風呂浴びてね、帰るっていう感じで、はい、へー。でもこれ何時からどんな内容になってるんですか？詳しい情報はホームページの方を見ていただいて、もうそれが一番ですね、はい、間違いない。しかしながら我々熊本城おもてなし武将隊は、うん、細川忠興殿、そして小西行長殿、そしてわし大村義明の3名にて出身いたします。いいですね。出社も行くんだな、これ書いてありますけども一言のように一言だから今知りました、いや、これ主催というか共催にですね、田底工区自治協議会というところが関係してるんですけど、田底さんっていうのはね、うん、
最近芋焼酎をね、うん、地域おこしで出したんです。はいはいはい、へえ、そうなんですね。はい、で元北区長がね、ね、うん、ぜひ飲んでほしいって持ってこられたんですけど、うん、まあ美味しかったですね。うん、飲んでみる、飲めるかな。はい、いや、いいと思います。で行ったらね、はい、飲めません。でこれ駐車場とかいろいろあるんですね。これあの車で来られるお客さんもいると思うんで、ちょっとこれご紹介いただきます。はい、駐車場もござりまする、うん、こちらは、うん、はうさぎです。松の湯ですかな、うんうんうん、松の湯のそばにございまするけれども、会場も松の湯のそばでございますが、うん、こちらの手前の方にパーキングエリアというた、うんうん、駐車場がございますし、はい、バスも、うんうん、会場まで約20徒歩で20分かかりまするが、宇部木温泉のバス停の方から降りていただければ会場まで行くことができまするゆえ、ぜひともお待ちしておりまする、うん、はい、ということでもうてんこ盛りですな、ね、夏盛りでございます。夏だね。でお城の中はまあ夕涼みもあるんでしょうけど、演舞は何時何時って時間やっぱずらしてやってるんですか。ちょっとずらしました、ね、あ、やっぱり、ね、通常だと14時30分だったんですけど、あ、一番暑い時、一番暑いのアラートが出てる時です、ね、で15時にしました。あ、1時間ずれた、うん、30分ですね。あ、30分、はい、でもアラート出てます、はい、全然でも30分でも違うもんだ。若干あの天守閣の影がですね、あ、うん、あ、そうか、日没系の、ね、バージョンになる、我らはいいですよ、お客人がやっぱり、大変かなと思いまして、ちょっとずらさせていただきました、うん、女性の方って日傘みたいな、ね、感じで、うん、あの防御できるけど、ね、男性の人は大変だ、ね、あとミストが出てるんじゃないですか。あ、ミスト出てま す, 出 て, ますよ、ね、出てるんですけどちょっと遠いんですよね、遠いんだ、天守閣前。ああ、そう、ちょっと奥の方でやっております。なるほど、なるほど。あとはやっぱそういうその熱中症対策っていろいろまだされてるんですか。我らですか。いや、あのお城の中でも。あ、お城の中でもやはり先ほど言ったあのミストはもう常に噴射しておりますしですね、うんうん、あのぜひ本丸御殿のところにお休みどころという涼しいところがありますんで、うんうんうん、そこで休んでいただいて、あ、なるほど、ドリンクを買っていただいて、ぜひ来ていただきたいと。はい、もうメリハリが必要ですよね。メリハリ、そうね、すごい寒くしてもらったらいいね。すごい寒くしても寒くする。どうするんですか。もう冷え冷えと、もうカーディガン1枚ぐらい香るぐらいに、うん、あの涼しいとこ作って。あ、なるほど。さあ15時になったら来てくださいって言ったら。なるほど。いいですね。そのなんか遊園地みたいな、あのマイナス何度の世界。そうそういうメリハリがあるといいですね。ちなみに演舞って何分ぐらいやるんですか。演舞だいたい最近はもう10分15分なんですけれども、あまりにも暑い時は短く。短く、あまりに本当に暑い時は中止、ショート、うん、中止、あ、中止になったことあります。あったことある、やっぱり、あ、やっぱそうよね。ただ残念、なんで中止にするのという声が多かったんで、なるべくしません。そうね。さあ、そのおもてなし武将隊のファンの皆さんから全国からメールをいただいております、ね、ご紹介していきましょう。はい、ラジオネーム青い空さんからいただいております、暑い日が続きますね、お二人に質問です。好きなアイスは何ですか。アイスアイスなんですか。パピコ。パピコ。うわー、俺もパピコ。あ、一緒です。私ピノだな。ピノ。ピノ好き。何何。うん、そしょ、うん、あの小豆が、あの硬いやつの、あ、硬い小豆のね、小豆バー、あれで入れ歯が取れるのがいいんです。入れ歯、入れ歯だったの実は。あの満足っていうやつね。まさかの。そしたらそう入れ歯でございます。はい、次行ってみましょう。はい、中村の民佐野寺さんからいただいています。先日はあのお越しくださり誠にありがとうございました。楽しい夏の思い出できました。さらに夏の楽しい思い出を作るべく、今年初めて日の国祭り見に行きます。嬉しいですね。ありがとうございます、ね、日の国祭り、これは必ず見てねなどのおすすめをぜひお聞かせ願います。暑い日々が続きますがご注意くださいね。何かありますか、おすすめ。いやいや、飛び入りだよね、日の国祭り。あ、そうよ、それこそね、表やんじゃねえ。そう、おそう、総取りで先着100名だったっけ、うん、これ参加するにはどうしたらいいの、どうしたらいいの。あ、こちらはですね、ホームページの方から、ね、あ、やっぱその参加したいと、うん、踊りたいと応募と、会場にですね100名の限定の場所がございます。ここで少しばかり練習を行ってからの参戦となります。なるほど、なるほど。これはドレスコードとかない、ないんじゃないでしょうか。別に浴衣でも何でも、あ、もう大丈夫です。好き格好で、そんなハッピーがあるんじゃないですか。あ、ハッピーね、うんうん、あ、なるほど、うんうん、さあもう一本いきましょう。はい、
猛暑の日々が続きますが、皆様の演舞で元気をもらって何とか過ごしています。とはいえ夏が苦手なので、お二方の夏を乗り切るための秘訣がありましたら教えてほしいです。夏バテ防止策や暑さをしのぐコツ、夏に楽しみにしているイベントなどありますか。ラジオネームネモさんからいただいてます。はい、どうでしょう。さあ大村殿、 何を答えましょう。全部わしですな。何を夏をどう乗り切る、乗り切るコツとかね、なんか楽しみにしている夏のイベントとかなんかありませんか。まあ今現在はですね、うん、もう時代が令和になりまして、うんうん、冷たいものを首に巻いたり、低い温度で凍って、うん、ああいうのを駆使したりですな、うんうん、お祭りで言うと、わしで言ったら金魚すくいが大得意でございまして。そうなんだ。あ、得意なの。自分に金魚すくいで楽しみたいなと思ってます、それやっぱ能量のあるんだね。そうですな、気合い入れてやってんじゃないですか。金魚すくい大体20匹以上はすくえます。おー、すげー、すごい。髪の方が先にっていうわけじゃないの。いや、もう全然、うん、すげえ、気合い入れております。金魚すくい名人だよ。金魚すくいな、なんかほら武将隊の金魚すくいソムリエとかになれば、あのなんかいたでしょ、誰か仲間になんとかソムリエとか。あ、おりました。仲間にそれソフトクリームだ。あ、そうそうそう、そんな感じでなんかソムリエになっちゃった、ね、そうそう、だからわしの歌詞はソフトクリームのことしか言ってない歴史のこと一切言いませんからね。溶けて流れるっていう。食べ過ぎちゃって。さあさあ、もう時間がそろそろ来てしまいますけどね、はい、リスナーの皆さんにまた、あのメッセージをお願いしたいと思います、うん、はい、はい、ぜひとも4年ぶりの開催というお祭りがこの熊本県内、そしてね全国でありまするけれども、うん、ぜひともこの夏を楽しい思い出いっぱいにしていただければなと思う次第にござりまする、うんうん、はい、ということで今週の金曜土曜日、うん、それから日曜日含めてですね、うん、第46回日の国祭りが開催ということで、ですね、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います、うん、はい、おもてなし武将隊本当にウェルカムと言ってくれると思いますんで、はい、頑張って、はい、ひっくり返らないように頑張っていただきたい。いらっしゃい、はい、ということで熊本城おもてなし武将隊から今日は大村義明さんと小西幸永さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、最後は大村さんから、はい、吉明さんからリクエストもらいます。はい、わかりました。なんと今年は、江津湖の花火大会も始まるということ で、ね、はい、ホワイトベリー夏祭りを、夏祭り、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ聞きながらお別れです。ありがとうございました。君、はい